そして続きまして、先日アニソンデイズフェスティバルにも参加させていただきました。ありがとうございました。こちらのお便り来てるので読んでいきましょう。メガさんからいただきました。ありがとうございます。アニソンデイズフェスティバルへのご出演お疲れ様でした。ありがとうございます。女子チームでの出演が前半だったので、前田さんは後半見れないのかなと思っていたら、小田哲郎さんとコラボするわ、大黒摩季さんの時も出たりと、全体的に前田さんの出番が多くとても嬉しかったです。特に印象深かったことを挙げるのであれば、アンコールのチャラヘッチャラの最後の決めポーズで、これ気づいてくれてたの超嬉しい、前田さんがベジータの伝説のピースをやっていたことですね。前田さんの一挙手一投足を見逃さないでいてよかったと思った瞬間でした。そう、みんなが全員軒並み、私一番上手だったんだけど、もう下手側のレジェンドたちがみんな軒並みこれをやってたんですよ。で、私はすごくやっぱ目立ちたくて目立ちたいっていうのと、もうドラゴンボールのこのポーズがすごく好きだから、こうやってやってました。こうやってそうね、あのベジビビエル結構来てたって、嬉しい、みんな気づいてくれてたの、ありがとうございます。やっぱさ、こっちの方がさ見栄え的にでかいじゃん、フォルム的に。だからこっちって気づかれるのかなって思ってたんですよ。もう小脇に抱えてるようなもんですから。そう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 、いや良かったです、嬉しいんです。